こんにちは。このはやのおじまです。今回は、HTML メールマガワークショップの内容についてお伝えしていきます。まあ簡単にどういうことをやるのか、どういう課題意識を持ってワークショップに臨んだらいいのかっていう部分についてご説明しますので、短くまとめますので、最後までご覧いただければと思います。ではでは早速、HTML メールマガやってますかですね。やってますかで、HTML メールマガやってないんだけども、メールマガジンはやってるよって方はね、いると思うんですよ。 やっぱりウェブ集客の界隈とかウェブマーケティングの界隈ではメールマガジンは必ずやろうね。そうすると売り上げって上がるんだよ。リストだよ。リストだよ。ってことで言われてると思うんです。でもどうでしょうかね。実際にずっとね、長年活躍されてる方とか売り上げがこう途絶えない方っていうのはメールマガジンを利用して売り上げ立てていることは確かです。なんだけれども、やっぱりやった方がいいよって教科書がいっぱい世の中にはあって、それ通りやってもなかなかリストが集まらないとか。 メールマガジンやっても売り上げ上がらないとかね。で、結局、ウェブ集客なんて幻想だっていう、僕らの生徒さんでも言いますけど、そういう人がいたんです、過去にねで。幻想だ、ウェブ集客なんて難しいよ。っていう状況に陥っちゃうんですよね。はい、で、そのために、何をね、皆さんこうやるかっていうと、やれ、ライティングスキルを高めよう。コピーライティングとか、文章術とか、あるいはこうね、言葉によって人間心理を動かそうとする心理術ですよね。そういったものをやろうとするわけです。で、僕らもそれを取り組んでいきました。 で、僕らのクライアントさんとか生徒さんも取り,取り組んでたんですね。でも、一向に売り上げ上がらないんですよ。一向に上がらない。で、なんでかってことなんですけども、やっぱり文章術とかではないんですね、答えはね。でも、あることを意識したら、売り上げドーンとね、そこから上がったんです。それは僕らもなんですけど、僕らのね、あの、お伝えしてきた生徒さんたちも。その転換点で何だったかというと、まずメールマガジンっていうものそのものへの認識を変えなきゃいけないんです。 どういう風に変えたらいいかっていうと、まあ、簡単にね、これホワイトボードでご説明していきますけども、2つの回数ってこれ書いてあります。ちょっと、ね、オレンジなんで見づらいですかね。2つの回数って書いてあります。で、メールマガジンにおける回数とは何なんだというところなんですけども、何々の回数と何々の回数、この2つを高めることによって、メールマガジンでの売り上げっていうのはね、容易に上がるようになるんです。この2つの回数って何かっていうと、 これ、オレンジの丸の中に答えを当てはめていくんですが、ぜひちょっとね、えー、と5秒ぐらい考えてみてください。何の回数と何の回数を上げれば、メイマガジン使って売り上げ上がるでしょうか満足の売り上げが立つでしょうかはい。よろしいですかこれは、何でもいいですけども、まあ、育成でも教育でも、要は育てる。教育の回数。ってことです。で、もう1個はどうでしょうか 売売る、販売の回数、この2つの回数が増えていけば売り上げというのもねこう指数関数的に増えていくって言えるんですでもどっちかが欠けていると例えばメールマガが毎日配信しているのに売り上げが上がらないっていうのはもしかすると販売の回数が少ないかもしれませんねといすねでメールマガジンっていう言葉で結構出てくるのが接触回数を高めましょうねザイオンスザイアンスどちらでもいいですけどもザイアンス効果があるんですよ やるんですけども、その接触って曖昧なんですよ。わかりますか接触回数を上げましょう。では、売上って正直上がらないんです。接触回数っていうと、結構ね、あの、教科書とか、まあ、教科書ってよく言いますけど、セミナーとかで接触を上げましょうって言うんです。でも接触じゃわかんないんです。曖昧。だと具体的な行動に行けないので、ちゃんとあなたの商品サービスを買ってもらうとか、まあ、なんか興味を持ってもらうために、教育の回数を上げなきゃいけないんです。 要は、この商品、こんなメリットがあるんですよ。やらないとね、こんなデメリットがあるんですよ。こういう問題があるんですよ。みたいな、教育です。あなたの商品の優位性を行う。優位性を確かめさせる教育。で、じゃあ、その延長線上にうちの商品がありますね。うちのサービス受けてみませんかこれどうですかというふうに、ちゃんと提案、販売をしているか。接触値とは曖昧なんで、この2つのね、回数を上げていくということがポイントになります。で、で多くの人がメルマンがやっても成、ね、果出ないんだよ。っていうところですけども、やっぱりこの回数が足りないんだと。 いうですじゃあ、メルマガをじゃあ分かったと。教育コンテンツ、そして販売。っていうところを意識してこう、はい、売ってこうとなったときに、やっぱり売れない。よくねたた、たくさんのパターン見てきましたけども、売れないパターンっていうのがやっぱ出てくるわけですよ。メルマガをやって、ちゃんとコンテンツを意識してるんだけど、売れない。ではできるできあの。そういうことが起こってくる。で、その要因って、実は2つあって、ここに2つって書いてます。で、これもちょっと青で、これは今回赤でいこうかな。2つのないっていうね。 なんとかない、なんとかないってあるんですけど、これ、配信しても、読まれないってことです。<laughs> ね、皮肉にも、配信してるコンテンツを書いてる、必死に書いてるんだけど、読まれないってことです。で、二つ目、ないかな。まあ、変われないでもいいんですけど、売れないんですね。もう切実ですよね。まあ、こっちにもありましたけど、切実です。読んでもらえないから、まあ、売れないんですけどね。 だから時間軸的には読まれないから売れないんですよね。読まれないから売、ね、はい。ということがね、あの原因なんですけども、じゃあこれをね、どういうふうに解決するかってことです。特に、えー、マジックはありません、ね。先に言ってしまうと。マジックはないんです。ただ、超現実的な方法でこの壁を越えていく方法だったらあるんですね。それを、今回の HTML メルバガの、ね、ワークショップで行います。ということです。 で、実際どういうことをね、じゃワークショップの当日はやっていくかっていうと、こういうふうな談点になってます。まず、メルマガとはいえね、文章はある程度の型っていうのは持っていった方がいいです。適当に書いてもね、あの売れていかなかったり、教育が済まないので、ちゃんとメルマガの基本的な書き方、これだけ押さえておいてくださいっていう書き方のテンプレートをお伝えします。で、ここ大事ですよね。教育をするし、販売もしなきゃいけない。売れない理由があると。 ということでお伝えしましまたけどもメルマガでどうやって売っていくのかっていう簡単な販売するコツを伝授していきます。で、リストですよね。やっぱメルマガはリストマーケティング。で、僕らも言っている動線設計の中核を担うところのこのリストマーケティングですよね。で、一体この濃いリストでどうやって育っていくのかということについてお伝えします。で、4番目。メールチンプというツールを使っていくんですね。この HTML メルマガっていうのは。 メールチンプっていうちょっと海外の、まあ、簡単な操作でできるちょっとね便利なツールを紹介します。このメールチンプの基本操作をお伝えします。で、5番目。HTML メロのテンプレート。こっちは書き方のテンプレートですね、1番目は。じゃなくて、HTML をもうこれだけ、文字だけ当てはめればいいですよっていうテンプレートの作り方をお伝えします。で、大事です、これ。配信後の計測方法というものにお伝えします。 でまあ、これ、ざーっと説明したんですけども、なんでね、この辺の4、5、6のあたり、今までこう聞き慣れない言葉が出てきたかっていうと、実は、ちょっとね、少しお伝えしちゃうと、読まれない、売れないとかの理由があるんだよっていうことに言ったんですけども、これ、解決する方法がこのワークショップでお伝えしますってことをお話ししましたね、でちょっとねあの、触りだけ伝えると、これやるためにはですね、まず、当然なんですけど、読まれないよ読まれるにする必要があるんですね。 ですか売れないを売れるにするためにはまず読まれないを読,ま読めるに,し読まれるにしなきゃいけない。だからこっちを改善するんですね。っねよってこれを解決するのがまずどういうふうにねこれ前提として考えたらいいかというとこれ解決策は計測しかないんですよ。マジックはないって言いましたね。マジックはないんです。測って読まれるようにするどういうタイトルがクリックされるのか。 どういうリンクがクリックされるのか。で、読まれるようになったら、ね、読者の精読率とかね、読んでる読者はどういう人がいるのか。こういう反、こういうメールマガだったら反応が良かった。とね。いうようなことを計測します。ちゃんと測るんです。だから配信後の計測方法。ここを起点に売り上げというのは上げていきます。で、どういうのが反応があるのかって計測すると、おのずと、例えば URL をメールマガに入れて、販売する機会をどんどん増やしていくと、 どういうページがクリックされて、どういう案内だとクリックされてっていうのも、どうすると売れてみたいなことが計測できてくるんですね。これが分かってくると、マジックではないんだけども、マジックのようなことが起きます。要は、もうあらかじめ売れるって分かってて告知するということです。そのポイントが計測これをやるには、HTML メルマガがポイントですよということですね。 HTML。要は、これ HTML っていうのは計測できるメールマガです。なので、HTML メールマガじゃないと計測ができないんですね。普通のテキストメールじゃできないんです。なので、HTML メールマガが有効ですよっていう話はね、僕らを重ね合わせにしてるわけです。ね、これで分かっていただきましたね。HTML メールマガの重要性です。計測。この辺をやりたいからそ、そのためには計測が大事だから、HTML メールマガっていう形式を使いましょうねということです。これをやらないと、メールマガで売り上げ上がる日はいつ来るんだという感じで、うん みさあの未来がね、暗い状態で進まなきゃいけませんからね、抜けないトンネルですよね、いつまでもね。なので、しっかりと計測するために HTML、メールマガジンを使ってみてください。で、まあ、計測できるっていうもの,の、大きなメリットがあるんですけど、さらにこれね、ブログ記事のように見やすいんですよね。なので、まあ、論理的にメールマガジンを見やすくできるんです。例えばね、あの目次、章立てを作って論理的、いきなりこう、 文章を読ませるんじゃなくて、ちゃんと目次を作って、章のね、タイトル、込み出しっていうんですかこ、こういうのありますよね、こういう。ブログだと、こう、これなんとかタイトルがあって、こう、で、またちっちゃなタイトルがあって、こう、みたいな、ブログって進んでいく、込み出しがあると思うんですけど、こういうのを作れたりとか。そうすると、視覚的にも見やすいんですね。だからそういうメリットもあります。まあ、大きなメリットというのは、この計測っていうところになりますで、この計測ができる HTML メルマガを導入してみてください。 で、その見やすくなる、視覚的に見やすくなるのは、この HTML メルのテンプレートというのも解説をします。で、パソコン苦手でも大丈夫です。使うところって限られてますんで、そういったところを基本操作っていうところをね、お伝えしていきます。まあ、こんなワークショップになっています。ぜひですね、まあ、リストマーケティングっていうのは肝。で、その肝っていうところがちゃんと測れてないとか、ちゃんと読まれてないっていうのはね、これも散々な結果になってしまいますんで、ぜひね、こちらのワークショップ参加をしてみてください。 それではご視聴いただきありがとうございました。